赤星のりの入ってねんだよ。先週のピックアップでレッドアイ。やっぱさっき大山が今日ホームラン打ちましたけど、大山が落ちんね、調子がね。あのどっちかっていうと本当ムラのあるタイプだったじゃないですか。長いスランプだけど活躍し始めたらとんでもなく打つみたいな。だけど今年はなんかそれがこうないというかね、安定して1年間こう今のところ戦ってくれそうな雰囲気あるし、まああとはもう 1,2 番っすよ。近本君も落ちんね。だって4月いつも悪い人がさ、こんなに打って、また梅ちゃん打ったよ。梅ちゃん上がってきたらこれ大きいよ。まあそうやな。うん。ちょっといい打ち、いいバッティング。なんかあれしたんちゃう？いや、もうその前ぐらいから良くなり始めてましたけどね。やっぱね、右方向にも打てるようになってきてるし、こうやって、ちょっと甘いとこ来たらしっかり引っ張れるようにもなってきてるし、やっぱどうしてもそのね、梅野が、その、まあ多分リードの方でね、いろいろこう頭も使ってたのもあるでしょうけど、なかなか自分で勝ちが取れなかったっていうのもあるんでね、こうやってバッティングで、でもね、この間ね、小畑がこの間サヨナラヒット打ったじゃないですか。その前の週に監督に聞いたときに、バッティング練習見てて、監督、大畑良くなってますよねなんて話したら、そうやろ、言うて。めっちゃええんや、今、調子が、言うて。うん、調子いいっすねって言ったら、めっちゃええんよって。だけど、お前、あの、ファン投票1位外せんやろ、言うて。ああ、嫌いに行く。そうそう。だから、どこで使おうかな、言うて。あれですか、言うて、DH とか、DH で使う選手ちゃうやろって言われて。そう、だから、あ、そっか、でも、じゃあもう、悩ましいですねって言ったら、悩ましいよ、と。ほんと悩ましいよって言ってて、でもほんとなんかね、バッティング練習見ててすっげえ良くなってるんですよ。力強さも増してるし、なんか、あ、こういうシーズン中に、試合に出てないにもかかわらず、あ、こんなバッティング良くなったりするんだなと思って逆に。なるほど。まあもちろん、まあ彼若いっていうのもあるし、本来であれば、ピッチャーと対戦してね、こう、まあ成長したなってなっていくんでしょうけど、まあだからそれを監督も言ってたし、まあだからああいうところでね、結果出せたっていうのはやっぱり良くなってるからだとは思うんですけど、前川君も上がってきてて、ちょっと楽しみな選手っていうのもいっぱいいるし、いや、そりゃ層が厚いわ。厚いわ。ただやっぱりでも、とはいえ、あれですよね、近本だけは怪我したらあかん。だから近本君とか今打席立ってるけど、やっぱ足上げてからこう間が長いんですよね。こう、すごいこう、時間がある。だから引き込まれるみたいな感じ。なんか、ピッチャーからしたら今の上げ方、あんたの電気とちょっと見て。いやもうだからそれはいいんですよ。そんな一緒にしなくていいんです。あの、レベルが違うんですから。すごい選手なんですから、彼はね。今のちょっとタイミングとかちょっと似とったな。でも本当彼、今年やっぱり今見ててね、その、今年キャンプで行った時に喋った時に、今ずっとこう、すごいのよ。有言実行してんのよ、実は。彼今年ね、一番な、赤星さん、外から見て何を僕に求めてますかみたいなこと言われたから、いやー、まあどうなんだろうな、っていう話をしてて、僕は、今年はやっぱりやりたいのは、まあもちろん出塁率にこだわりたいっていうところもあるし、あとやっぱり長打、ホームランじゃなくて、二塁打三塁打を打ちたいんですよ、結構。そうすることによって、いきなりボーンっていったら、ホームランっていうのは、ピッチャー切り替えられるじゃないですかと。多分、いきなり先頭打者ホームラン打ったとしても、あ、まあ、しゃあない、一点、ホームランだったからいいや。だけど、やっぱ二塁とか三塁に残られて、繋がれるのが一番嫌だと思うんですよと。で、もちろん僕は一塁に出て、盗塁するのも一つの方法なんですけど、いきなり二塁打三塁打ってすごく嫌だと思うんですよね。僕守ってて嫌なんでっていう話を、確かにな、言うて。したら今、三塁打リーグトップでしょ？ああ、そう。二塁打も結構多いんですよ。だから今、長打率が、一番打ってる選手なのに、セリーグでね、ベスト5に入ってるんですよね。ああ、そう。ホームラン3本ですけど、やっぱりね、なんか毎年こう進化し続けてるというか、なんか自分がそう、なんか、ある程度その、必ず今年はこうしようみたいなのを、ここを高めようとか、っていうのを常にこう、考えてる選手なので、まあこういう結果になっていくんでしょうけど、まあでもやっぱ野球面白いですよ。だから中日の話もしましたけど、中日またいろいろ立浪さんがね、まあ僕立浪さん好きだからとかじゃなくて、そのいろいろ言われてますよ。叩かれたりしてるけど、それはさ、そのホームラン打てるバッターもいないし、ほとんど。だから細川君が、あの、選手間ドラフトで、選手間ドラフトだっけ？なんだっけ？現役ドラフトで来てくれてさ、大活躍してるわけよ。
細川君おらんかったらもうとんでもないことになってるからね今、まあ、ドラゴンズ、ね、細川君がもう一人だけも3割3分何本打っててさ、うん、こんないい選手だったんだみたいなさだったけど、まあ本当にでもそうやって岡林君とか石川選手とかね、うん、若い選手たちがこうだんだん出てきて始めてて、ほんで今ルーキーが2人、うん、あの試合レギュラー出てるんですよ、うん、あの福永君と村松君っていう、うん、村松が明治大学から入って、うん、で福永君は社会人から、まあ、ちょっとオールドルーキーなんですけど、そう考えるとやっぱりこれからのチームだなとは思うので、うん、まあ、なんとかこうそういう選手たちを我慢して使い続けてほしいなと思うし、そう見てるとやっぱだから阪神がだいぶそのね、さっきあこの間も言ったかもしれないけど、やっぱ金本さんの時ぐらいからドラフトでね、うん、こうドラフトで取った選手をすぐこう使えるような感じでドラフトしてって、で金さんが我慢して使って、うん、まあ、大山とかでもそうですよね、金さんが取って、で、それを矢野さんが継続されて、こう、いろいろ若い選手たちを我慢して使ってくれたからこそ、彼らがやっと、こう、一人前になって、で、まあ、今、岡田さんがね、指揮を取って、まあ、こういう采配っていう部分で言うと、やっぱり経験がある岡田さんがやることで、うまく回ってるし、で、まあ、今までずっと見てきて、その中でどうしたらいいかっていうのが、やっぱり彼らの守備の、守備位置の固定っていうのが、岡田監督の中で一番あったと思うから、まあ、それをしたことによって、この安定感というかね、が生まれて、こういう今、いいチームになってるわけですから、まあ、楽しみだね。まあ、今年はあれじゃないですか、あれあれ言うてるけどさ、うん、本当に阪神ファンの方たちが久しぶりに喜べるシーズンになるんじゃないかなと。いや、だって、な、さっき見たナンバーで阪神の特集って、なかなかないで。うん、だから、あれらしいよ、だから2005年とか、そうでしょ、この時期にやるっていうのは。なんかね、でもなんか噂で言うと2008年もやりかけたって話だったよね。あ、そうなんや。で、なんかほんで結局あかんかったから、こんな時期にやったらあかんやろみたいなこと、なんか俺の阪神ファンの方たちが言ってるみたいな、なんか記事になってましたけど、2008年もそれやろうとして逆転されたやないかみたいな。だからやっぱね、あれなんですよ。やっぱトラウマなんですよね、多分ね。ファンの方からしたら2008年の。本当すいません、そんなトラウマをね、私たちが作ってしまってですね、本当申し訳ないなと思いますけれど、それを一番感じるのは岡田さんですから。まあまあ、うん。あの時の監督はかっこよかったよ。うん、あのミーティングでね、2008年、うん、もうずるずる言っててさ、チームが。2005年優勝した時にさ、うんうん、もう久保田にね、めちゃめちゃ慕れって言って、あのマウンド上で言ったっていうシーンあったじゃないですか。うんうん、あの状況ですわ。うん、ミーティングで、うん、ええやと、お前らまだまだこれから先長いんやと、うん、今年だけちゃうぞと、お前らと、うん、そんな何を苦しんどんやと、責任を俺が全部取るから、うん、好きなようにやれと、うん、ってミーティングで、何お前ら勝手に苦しんでんねんみたいな、そんな負けたら俺が辞めりゃええ話やって、ええー、みたいな、っていう感じでしたからね。これはあかんぞっていう感じでしたけど、僕らも、まあ、なんせ絶対ありえちゃいけないことが起きたんです、あの時って。だいたい野球って誰かが野手9人おって、野手8人ね、全員が悪くなることってほとんどないんですよ。誰かが良くて誰かが悪いっていうのがうまく噛み合わないといけない。あの時本当にみんなダメだったからね、レギュラー。でも結局あんたはあれやったよ。じゃあ僕骨折してた、親指。デッドボールで。試合出てたけど。デッドボール当てられて、で、指折れて、親指。そんなの出てましたけど。だからまあまあ、そのヒットはなんとか打ってましたけど、まあそんないい状態じゃないじゃないですか、体が。で、もうみんなあの時、カネさんも珍しく良くなくて、みんな良くなかったよ。最大何言えば ?13.5。13.5 だったか。13.5 あって、最後、最後の、カードで、行かれたの。ごめん、13.5 はどのタイミング時点、何が最高で 13.5 開いてた。だから夏ぐらいでしょ。夏前ぐらいから、7月とかぐらいかな。あったんや。そう。で、8月に入って急に縮まってきて、みたいな。で、最後9月かなんかに最後ひっくり返されたんですね。忘れませんわ、あれ。もう本当に。勝てる雰囲気なかったもんね、ジャイアンツに。ジャイアンツ強かった、あの時。ああ、そう。みんなボコボコ打つもんね。うん、だって、すごかったもん、あの時、ラミレス、小笠原さん、吉信さんいて、安倍、仁岡とかさ、もうみんななんか、すごかったもん。だから、あの時、アチソンっていうね、
あっちさんな。いいピッチャーがおって、あっちが調子良かったのに、あっちまで打たれて、みたいな。もう誰が投げても打たれるみたいな。で、誰が大したことないピッチャーが来ても誰も打てないみたいなさ。こんなことあるみたいな。ああ、そう。だからなんかその悲壮感が多分監督には伝わっちゃってるんでしょうね。めったにミーティングなんかしないのに監督ミーティング開いてさ。そうなの、試合前。試合後。ああ、後。うん。まあでもそれでも何ともできなかったっていうのがもうね、しょうがなかったですけど。だから今どんだけこう首位追っても絶対それは残ってるやん。だから監督はもう本当に何個あってもっていうのが多分あると思うし、あの時だから貯金が20何個あったんや、あったやないかと。それで逆転されたもんや、そういう。今だから18か。だからすごくコメントにやっぱりこう気を引き締めてる感っていうのが要所要所に出てるんで。当事者やもんな。でもやっぱでも逆に言うとあの2008年の経験があるからこそ、この今の選手たちは知らないわけですよ、その2008年の経験っていうのをね、うん。でも、コーチ陣は知ってる、安藤とかもいるし、うん、あそうかそうか、みんな知ってるわけですよ。あ、誠も。今子さんもいるし。あ、そうやな。だから、それを知ってるからこそ、多分、まあ、首脳陣が知ってるから、まあ、いいですよね。選手はそんなこと気にせずやれっては言ってるでしょうけど、気を引き締めさすのは首脳陣の、あれですから、だからそういう意味でもなんか選手たちはそういうのを知らない。優勝も知らない。優勝したい。頑張ろう。でもそれを気を引き締める監督、そしてコーチ陣が今揃ってるって考えると、バランスはそこもいいですよね。うん。確かに。だからそう考えると、やっぱり、なんか、なんだろう。まあ、あれに近づくかな、みたいな。のはありますよね。なんかそ、なんか来そうなチームがないもんね。DeNA ぐらいかな、今の感じだと。ただヤクルトが、去年もそうなんですけど、6月めっちゃ勝ったんですよね、去年。で、今、今年も今6月入って3連勝でしょ。ああ、そうね。うん、だから、ヤクルトがもしかしたら上がってくるかもしれないですけど、まあ、とはいえね。まあ、だから、まあ、今も勝ってますし、このまま最後、勝ってもらえたらなとは思いますけど、ただ、巨人、これで9連戦になるわけね、今週が。明日からビジター6連戦やから、まあ、この間ビジターでその DH 制で西武戦に勝ち落としてるから、まあ今週ちょっとしっかり勝ちを拾っていければ、最後の6連戦は甲子園でできるから、まあ阪神にとっては形としてはね、いいと思うんで、まず今週でしょうね。今週明日からの6試合を、まあ4勝2敗ぐらいでね、きっちりいければ、まあ、交流戦も上位でいけるかなっていうのがあるので、まあそういうちょっと期待をしながら見たいなと思います。